ああ、見えない。読めない。あ、嫌いなギター YouTuber が気になりますねって言ってる。嫌いなギター YouTuber？ あ、あれか、小林の時にやったんすかな。なんかいますか？小林さん。小林全商業って人来た時の、の動画に。嫌いな YouTuber とかいるんですか？あ、いい質問ですね。多分同じですよ、多分え、嫌いな人ですか、うん、嫌いな人と喋ってる映像がそもそもあんまり残ってないですよね、うん、だからどっちかって言ったらやっぱそのコラボとかはもう飛ばしたくないな。あっ、おあ、すごい、さすが。俺あれね、ロッキーに消してって言ったのに多分それそのまま流してるな。うん、嫌いな人がいるみたいな。まあ、合う合わないはありますけどね、うん、そうそうそう。でもぶっちゃけなんかあんまり何も思わないですよね。そう、まあ、だから、はい、だからどうだっていう話だから。確かに。そんなに憎いみたいなないっすよね。まあ被害とか別にないからね。そうですよね、うん、だからなんかやってて揉めて、うん、みたいなのってあるかもしれないですけど、うん、あんまないっすよね。あんま深く関わることないっすもんね、うん、その一番揉めの金じゃないですか、まあ、揉めたとしても、ね、でもそんなすごい額の移動ないっすもんね。ないっす ね。だからやっぱ楽器業界って結局そんなに確かに大炎上、本当の大炎上ってあんましないっすよね。確かに、うん、大炎上ないっすね、うん、みんなそんなに潤ってないっていうのがいい環境かもしれないですねって。ああ、でもそれはあるかもね。いや、でもこれ、でもね、一個ね、うん、あ、どうですか、どうですか。いや、だから潤ってる人はいるもんね。でもね、いや、これね、俺ちょっとね、俺の考えは、うん、潤わないで、ストイックに初期衝動のままギター弾いたらいいなと思ってたんですけど、うん、でも、これね、他の界隈見たら多分違うくて、うん、トッププレイヤーがめっちゃ稼いでるから新規参入する人いるんですよ。それはそう。だからなんか、いや、だから格闘技も同じですよ多分。いや、そうなんです。だからブレイキングダウンとかやってんすよ。だからトッププレイヤーが稼いでない業界って新規参入少ないんですよね、うん、夢ないもんね。そうなんですよね、うん、だからそこで、いや、お前金なんか売ってんじゃん、お前なんかギター弾けることがお前嬉しいやろっていうのは、うん、そこで切り抜いたら俺じゃなくてその言ってるやつは俺って言いましたけど、ピュアに見えるんですけど、全体で見たらそんなやつなんかほとんどいなくて、やっぱりその奥にある成功を目指してるっていうのが。でもギター業界って、はい、トッププレイヤーっていうかそのお金儲けてる人は、うん、そのアーティストなんですよね。あ、そうだ。ギタリスト、うん、職業ギタリストってあんまお金儲かんないですよね、曲作らないから。予想でいくらだと思います、お互いの予想で。例えばだ誰とは分からないですけど、なんかギタリスト、なんかトップギタリストの、そう、もうそこはふわっとさせますよ。なんか誰々さんとかじゃなくて、なんかイメージするギタリストの年収とかの年収が、まあ、月収でもいいですよ。月収がいくらだと思うのかみたいな。俺の予想は立ってるんですよ。いや、もう言って100ぐらいじゃないかな。そうそう、俺はなんか漠然としたあれっすよ、ね、誰から誰々さんいくらとかって言われてるわけじゃなくて、いや、俺は200ぐらいかなと思ってた。もう200いったらもう200はいかないんじゃない。めちゃくちゃやってるんかなと思うぐらい。いや、曲作らずにってことでしょ。そうそうそう、呼ばれて弾いて。いや、200きついでしょ。まあきついでしょうね、うん、めっちゃやんないと。だってすっげえ売れてるスタジオミュージシャンの、うん、レコーディングのワントラックが5万とかいいじゃないですか。うん、だって200万ってさ、ね、40トラック取らなきゃいけないからね。めっちゃ忙しい月は。まあ平均は難しいでしょうね、平均200はね、うん、分かんないですよ、そんなあったことないんで。まあ、そう、俺も分かんないけどね。でもそれぐらいですよね、1億いく人は多分ほぼいない。いや、絶対ないですよ。だってツアー回って、うん、ね、1ヶ月ぐらい回って今度50万もらうみたいな話はあると思う。やっぱ曲作るともう一気に変わりますよね。そうそうそう、全く違う。だからアーティストになれば、うん、全然世界観が変わってくる。だからなんか
あれでもいいじゃないですかね、そのなんつうゲームの音楽だったりとか。ああそうそう、だからそういう人多いですよ ね。そういう人はもうすごい、うん、全く収入のレベルが変わってますよね。うん、そう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 。え、西尾さんそういうのないですか。なんか俺パチンコ台とかで、はい、西尾さんの、はい、大根線に流れてきたらめっちゃ嬉しいですけどね。そんなパイプないんですか。パイプないな。俺土下座しますよ。なるほど、お願いします。その人来て、あ、うちちょっと1曲空いてるけどって言ったら俺土下座してなんとかみたいな。いやだってもうすごい連チャンしてる時に大混戦に並んでたら、でででででわーっ、出てる出てるみたいな。それあのこのチャンネル見てる人はみんな狂気乱舞するでしょ。そうそうそう、やったーみたいな。でも結構あれってオリジナルソングとかが使われてたりするから。そうですよね、うん、なんか可能性これあると思う。ギター界隈のトッププレイヤーって誰だろうって。まあみんなご想像にお任せしますよね。誰なんやろうっすね、うん、いやもう西尾さんのパチンコとかねできたらめっちゃおもろいと思うよな。いやでも思いのほかこれ見てくれてる人たちはもう濃いじゃないですか、うん、で俺のチャンネルも多分濃いんですけど、うん、もう街中出たら何にもないですからね。まあただのおっさん。ただの勘違いしたおっさんですよ。それはそう。いやなんかギタリスト、でもその最高峰の稼いでるギタリストはマジでちょっと分かんないですよね。今度呼びましょうよ。これえ誰だろう。あの絶対バズるっていうか再生回数いく動画はギター会話で最も稼いでるギタリスト呼んできましたみたいな、ドーンみたいな、バーンみたいな。誰なんだろう。誰なんでしょうね。でもあのイメージしてる人じゃない可能性もありません。だからあの実はあの俺が聞いたのは童謡とかを作った人が実はめっちゃ稼いでるとか、はいはいはい、だから実はギタリストだけど童謡作ってますねんってやつおるかもしれないじゃないですか。あ別にギターのスキルとかじゃなくて、まあまあでもそれはちょ複雑っすよね。作曲能力になるんで、なんか作曲家がどっかの効果作ってるとかね、うん、めっちゃ儲かりそうみたいな、うん、そうそう、そのパイプがあれば、だからやっぱでもやっぱそうなの、お金の話みんなやっぱ好きなんでしょうね。いや俺西尾さんの曲が流れるスロット代打ちてえな。えそれちょっとだからこう目指しますよ。言っとけばなんかなるかもしれないじゃないですか。だから俺のその流してくれて、そうだから業界の人が、ああそうそう、ね、あこれいいなみたいな、マージンとかを低く設定しとけばいいんじゃないですか。結構ねそれやってる知り合いのギタリストいるんですよね。ああ俺の知り合いの人もいました、ね、あの台やってんすよ俺。結構お金持ってるんですよね。結構やっぱ、うん、有名な人のバックやったりとか、確かにやりだしてるから。でもそういうのはあんまりやりたくないじゃないですか、その夢バックミュージシャンみたいなのは。いや生配信じゃないですか。これでなんか下手なこと言ったらあいつそんなんやりたくないんやなみたいなんで、まあまあやりたくはないっすね。あケンケンさんは儲かってもらわないと困る、夢がない。いやでもリペアマジ儲かんない。いや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 、この男はねもう皆さん違いますよ。あの俺らが思ってたケンケンさんじゃないですよ。これ動画撮ってるからそれは。確かにそれやるとちょっと俺のとこにね。そうそうそう、確かにそれはちょっとやってみましょう。面白くなくなっちゃえば、あの動画、ああ言うの忘れても告知戦と俺だってケンケンさんのライブハウスで、うん、ライブするじゃないですか。4月7日にね。あと3人ぐらいです。あマジっすか。よかったら。あいやでもねちょっと俺もいろいろ全国とかね回りたいっすわ。でも行けるんじゃないですか。行ったりもしてたんですけど、なんかこういやあれ地方でイベントしたら、うん、採算取れないんですよ。ほんまにトントンぐらいで。そうっすよね。でねそこをねあのね俺もやっぱでも発信する側の人が愚痴を言うっていうのは俺なんかあんまり、いや昔は言ってましたけど、うん、なんか自分もちょっと大人になって、うん、それってあんま良くないなーとかって思いながら、でも思うのがなんかこう、いやそういうギターイベント自体、うん、実はなんか金儲けでできないじゃないですか。
そうマジでね、ギター業界お金になんないんですよ。そうだからなんかそのイベントに対して温かく見守ってくれたら、うん、ほんまにやれるんですけど、なんかね難しいんですよね。でもなんか西尾さんのなんか俺最近やっぱ関わるようになって、はい、めっちゃその生音聞くじゃないですか。はい、なんか例えばライブの次の日とか、うん、もう朝起きたらなんか脳内再生でなんか大根千切りとか流れてるんですよね。言っちゃってください。だから結構、はい、やっぱ生音で聞くとハマるんですよ。だから呼んでほしいですよね。だからもうそのいやでも払う価値ないのかな。いやでもやっぱ音楽に金を払う文化がなさすぎるんですよね、うん、そうなんですよね。だから、うん、むっちゃ無責任なこと言うと、回収したらダメなとこあるじゃないですか。回収だからそのイベントとかなんかイベントなんかして、うん、マイナスにはなりたくないって思ったら、うん、もうそれができないことってありません？そうだからそれを考えてしまうとやっぱ踏み出せなくなっちゃう、ね、そうなんですよ。だからなんかそこがもどかしいですよね。だから俺とかがもっと人気あってそのイベントだったら絶対俺もプラスで相手もプラスになるっていう風になればいいんですけど、どうしてもこうパイが少ない分なんかよう分かれへん採算の感じになって、でもパイっていうかその登録者はいるじゃないですか。登録者は謎にいるんですよ、うん、だけどやっぱあ福岡呼んでくれてます。あマジですか。呼んでください。福岡俺去年だって2、3回も九州行ったのに今年まだ1回も行ってないですよ。えそれどういう話それ。いやいやこれ福岡はあ夜更新しますってあれか、来てほしいってことね。来てほしいっていう。いや福岡この前行ったけどよかったっすね。えなんで行ったんですか。なんかそれこそ視聴者さんがああまあ呼んでくれて、なんか毎年なんか九州に1回呼ばれるみたいな。めっちゃいいじゃないですか。いやめっちゃいいっすね。俺もお願いします。それはその人がお金を出してくれて。まあその人、そうその人のなんかまあコミュニティみたいな。なんで俺呼んでくれないんですか。それはちょっとほぼ同じような感じじゃないですか。それはちょっとわかんないです。いやそうなんですよ。鎌田に来てください。めっちゃくちゃ近いし。すぐ行けるじゃないですか。毎週行ける。いやー呼んでもやっぱ僕は実費払って呼んでくれるのはなかなかないっす、ね、そうだからでもなんかそこ難しいのが、うん、俺はなんかそう言いながらも、分かってんのは、うん、出せよっていうのも違うなと思うんですよ。だからいやそれは違うですよ、ね、価値を理解して出すわけじゃないですか、うん、でもその人が価値を見出してくれなかったら出さないのは当然じゃないですか、うん、だからやっぱり俺らっていうかなんか自分ができることってそう思っていただくこと以外いやもうないんだなと思いながら、まあでもそのイベントでね例えばその、はい、食べていいですかこれ。あもちろんそのイベントでペイできるようなね、はい、集客さえあれば呼べるわけだからギリギリですけどね。まあね交通費とか考えたらね。そうなんですよ。だから 4,5 万そうっすね。そうまあ顎足っつったらねまあ一人で呼んでもねやっぱ。いやリアルねリアルいくらいんねやろな。でそれで箱借りてそのチケット代でペイしようと思ったらいやいやだいぶきついっすもんね。往復ホテル代込みで5万ぐらいかかりますからね。かかりますね。5万もかかんでも5万ぐらいは見とかない。場所によっては全然そうっすね。鳥取ったらもう全然そんくらい。だから6、7万ぐらいはやっぱいるし、それでお客さんならやっぱ20人何人はで箱代でチケット代乗っけて、いやじゃあなんかね5,000円払って地方の人が見に来んのかっていう話になっちゃう、ね、確かに。すいません暗い話にはなりましたけど、うん、まあ見たらでも来ますか。ちょっと入れてこようその次に俺トイレ行きますわ。